もし坂本選手がもう一度ショートに起用されるっていう話になってきたら、もう本当に本末転倒じゃないかなっていうふうに思っております。てな感じで始まりました小山翔平ベースボールチャンネルです。今日も最後まで見ていってください。よろしくお願いいたします。はい、今日はですね、巨人のね、ショート問題、遊撃手の問題についてちょっとお話ししていきたいなというふうに思ってます。もしかしたらジャイアンツに詳しくない方でしたらですね、あれ、ショートって今、門脇とか伊豆口が行ってるんじゃないのっていうところ、思われるんじゃないかなっていうふうに思うんですけども、最近というか、つい先日ですね、まあ、ココモンテスという、新しい、選手をね、獲得しました、ジャイアンツね。で、その選手が、まあ、主に、まあ、内野手、まあ、セカンド、ショート、サードとかね、そのあたりを守ってるっていうところがありまして、じゃあ実際その、まあ、なぜ取ったのかっていうところもありますし、入ってきてね、どこを守るのかっていうところも、これからね、見物というか、考察していくべきかなというふうに思って、今日このような動画を撮らせていただいてます。まず、結論というか、このショート問題というかね、ショートが決まってないというか、なかなかこう、誰が行くんだってなってる問題に対して、もう結論言うのであればですね、門脇選手が不甲斐なさすぎるっていうことなんですよね。で、まあ、元をたどればですね、まあ去年ね、まあ非常に後半戦活躍して、来季、まあ、安倍監督は、門脇選手をね、まあ、レギュラーで、使うというふうなことを言いました。で、まあ、まあ、いろんなお声があったと思うんですけども、まあ、その、門脇選手ね、昨年の後半の活躍を考えると、来年初めから、活躍してくれたら非常に大きいですし、まあ、まだまだね、発展途上の選手というか、まだまだ伸びていく選手だとは思うので、まあ、非常に、巨人のショートは10年間安泰じゃないか、ともいう声もあったんですよね。ただしかし、今年入ってですね、まあ、初めはね、門脇選手がショートで、ずっと出てたんですけども、なかなか結果が出せないと、まあ、本職というか、非常に、門脇選手の特徴である守備というところでもね、精彩を欠いたりとかですね、まあ、打撃でもなかなか上がってこないっていうところがありまして、まあ、初めなんか3番とか打ってた時もあったと思うんです。なんですけども、今現状で言ったら、まあ、伊豆口選手と、門脇選手の、まあ、交互で使っているような感じっていう、現状でありますと。で、まあ、本来の、まあ、理想図というか、まあ、そういったところを見ると、やはりしっかり、ショートに門脇選手が固定されて、で、まあ、伊豆口選手はそのバックアップとかね、まあ、サードに入ったりとか、ショートに入ったりとか、まあ、そういう、まあ、バックアップという意味で、まあ、ベンチに入ってたんじゃないかなというふうに思うんですよね。で、坂本選手がしっかりサードで、ある程度やっぱり出てっていうところで、シーズン当初ね、考えてたんですけども、まあ、門脇選手がもう不振と、守備でも精彩を欠いて不振。で、坂本選手も、まあ、サードで初めずっと出てたんですけども、もう不振でね、今2軍にいるというところで、しっかりやっぱり、当初にね、この選手が、っていう選手がね、まあ、岡本選手であったりとか、門脇選手、坂本選手、この3人はですね、レギュラーを、まあ、その、明言された人ではあるんですけども、そのうちの2人がですね、今、レギュラーではないというか、2軍、坂本さんでやったら2軍にいるし、門脇選手でやったら、まあ、出たり出なかったりっていうところなんで、なかなかこう、初めに思ってた、その、思い描いてたものと全然違う現状になってるんじゃないかなっていうふうに思います。で、まあ、少し前に、ちょっと、それた話しますけども、少し前にヘルナンデス選手を獲得したじゃないですか。で、今獲得してね、まあセンターで固定して非常にバッティングも調子がいいと。で、いろいろね、情報を仕入れてるとですね、もともとヘルナンデス選手に対して、まあ去年からアプローチをかけていたというかね、去年からこう、ジャイアンツに来てくれないかというスカウティングをずっと行ってたみたいなんですよ。で、それで、まあ去年は、まあいろいろね、あってこれなくて、今年からまあ、ジャイアンツに途中入団したということなんですけども、今回入っていてココモンテス選手に関しては、去年からアプローチをしてるっていう情報は僕の中に入ってきてないんですよね。ということは、おそらくですけども、門脇選手が、しっかり固定というか、レギュラーとしてある程度やっぱ出てくれてというところを思い描いてたと思うんで、で、サードで坂本さんでっていうふうに考えてたんで、多分おそらく内野手の補強っていうのは考えてなかったと思うんですよね。で、ただしかしやっぱりこうシーズン入って門脇選手がうまくいかない、坂本選手も不振っていうところがあったんで、急遽、じゃあ、ヘルナンデス選手とね、同じリーグでやってたわけですから、まあ、スカウトの方はね、見に行ってるわけなんです。見に行ってるわけなんで、そこで、まあ、ココ・モンテスという内野手を守れるいい選手がいるというところで、多分獲得に踏み切ったんじゃないかなっていうふうに思うんですよね。だから、先ほど、まあ、結論というか言いましたけども、やはり、門脇選手が不甲斐なかったから、まあ、こういうね、まあ、獲得に動いたんじゃないかなっていうふうに思うんですよね。で、まあ、ここをモンテス選手が入ってきた場合、まあ、どこを守るのかというところをまず見ていきたいんですけども、まあ、吉川選手ね、セカンドずっと出てますと、フルイニングで出てますと。で、セカンドはおそらくないですね。セカンドを吉川選手を動かしてまでっていうところはないと思います。うん。で、入るとしたら僕はサードかショートなんじゃないかなっていう思ってて、2パターン考えられると思うんですよね。で、もし、ココ・モンテス選手をサードで起用する場合ですね、岡本選手をファーストにやって、まあ、大城さんがキャッチャーなのか、まあ、控えなのか、代打なのかっていうところになると思います。で、ココ選手をショートで、起用するとしたら、まあ、門脇選手、出口選手は出れないだろうし、というところ、あると思います。で、万が一というか、まあ、冒頭に言いましたけども、まあ、もしかしたら坂本選手がショートに回って、ココ選手をサードにして、ファースト岡本選手みたいなことも、もしかしたらあるかもしれないですけども、まあ、ないやろなというか、まあ、去年ね、やっぱりこう、サードで、やっぱシーズンオフ作ってきて、で、負担が大きいからね、やはり後任に若いのに任してっていうのをやったんで、それでもう一回ショートを坂本選手に戻すかって言ったら僕は絶対しないなと思うので、もしこれをするんであれば、もう相当その、まあ万が一ですけども、この門脇選手とか出口選手のメンツというか、なんかその、もう相当頼りないというか、もう、お前たちじゃダメだよって言われてるようなもんなんでね。まあおそらくそこまではしないと思うんですけども、まあそういったことも、まあ 100% ないかって言われたら、まあ、そこまでは言い切れないんじゃないかなっていうのが僕の考えです。はい。で、やはり門脇選手とか出口選手の成績見てるとですね、やっぱり門脇選手言ったら、まあ2割8厘、0ホームラン7打点、OPS が514で9個エラーしてると。で、出口選手言ったら1割9分6厘、1ホームラン7打点、OPS が553、2個エラーしてると。で、まあ、門脇選手のこのエラーの多さに関しては、まあ、昨日かな、もう、セカンドランナーと重なって、あれをエラーにするのはちょっとかわいそうだな、とかいうエラーもあったんでね、実際まあ、今、ショートで最多なんかな、エラーが。うん、っていうのはありますけども、まあ、少しちょっとこう、かわいそうだなっていうエラーもあるんで、なんとも言えないんですけども、やはり、守備というところでね、まあ、あれだけ去年いいプレーをしてて、まあ、期待値が上がってますからね、そういったところで、まあ、少し、守備のところで制裁を欠いてというところ、まあ、バッティングもね、なかなか打てずというところで、まあ、出口選手に、チャンスがね、巡ってきたっていうところだと思うんですけども、まあ、僕の憶測というか、まあ、最近、門脇選手がね、スタメンの回数ちょっとずつ増やしてきてますけども、まあ、おそらく安倍監督の中では、やっぱり、門脇選手の方が、まあ、出口選手と門脇選手比べたら、門脇選手の方がやっぱり、実力があるというか、まあ、レギュラーというか、なんて言うんだろう。っていうふうに僕は考えてると思うんですよね。で、まあ、出口選手も、初めはおそらく僕、サブでっていう、守備固めでっていうところだったと思うんですけども、途中からっていう選手だったと思うんですけど、あまりにも、門脇選手が頼りないというかね、ちょっと制裁を変えてるっていうところで、まあ、急遽ね、出口選手が出始めたっていう経緯なんじゃないかなっていうふうに思うんですよね。で、やはりまあ、2割8厘と1割9分6厘ですか。やっぱり正直厳しいですよね。まあ、8番に入ることがどちらも多いと思うんですけども、やはり最低ね、まあ2割3分、4分ぐらいは打ってほしいなっていうところはね、正直あるし、門脇選手もね、まあ自分でね、すごくこう悩んでたりとか、多分おそらくすると思うんですけども、非常に、なんて言うんだろう、すべてが空回りしてるというかね、昨日のスクイズのストライクボールをポンって上げて、キャッチャーフライになってダブルプレイになったりとか、そういったところをね、もともとなんか僕のイメージはですね、門脇選手に対するイメージって、まあ仕事人というか、結構こう、いぶし銀というか、チームに徹して、なんかチームプレイであったりとか、まあその、守備に関しても硬い、っていうイメージだったんですけども、今年のプレーを見てると、なんか、初めにね、出だしでうまくいかなかったからだと思うんですけども、ちょっとこう、自分に対してプレッシャーをかけすぎたりとか、ちょっと硬くなってるというか、うん。まあそういったところで、なんか本来のなんか、調子が出てないというか、すべてが空回りしてるような感じがしててですね、結構そのまあ、野球選手、まあ性格とかも重要だっていうふうに言われるんですけども、やはり、まあ、門脇選手と会ったことないですし、喋ったことないんで、まあ、断言はできないんですけども、結構悩みやすいというか、結構深く考えてしまうタイプなんじゃないかなとかも思ったりとかね、しますと。まあ、結構楽観的な選手とかって、結構多いんですけど、まあ、そういった中でですね、結構こう、深く考えがちで、ちょっとこう、ドツボにはまってしまってるというか、なんか全てが負のループになってるんじゃないかなっていうふうに思うので、そういったところの、まあ、その、メンタルの切り替え方であったりとか、まあ、性格はなかなかね、直せないかもしれないですけども、そういったちょっとしたきっかけというか、ちょっとした考え方の、変更でですね、長いトンネルからこう、脱出できたみたいなところも、僕も聞いたりとか、僕自身もあったりとかしてましたんで、そういったところは、門脇選手に期待したいなと思ってますと。ただ、やはり、多分ね、不甲斐ない時期が長かったんですよね。だから、ここモンテス選手を取ったと思うんですよ。で、最近、門脇選手がスタメン増えてるっていうようなお話しましたけども、やはり、ここ、モンテス選手がね、入ってきて、多分おそらく競争させると思うんですよ。簡単にここモンテス選手が試合に出れるかって言ったらわからないですし、ここモンテス選手がどれぐらい打てるかとか、実際どれぐらい守備力があるかっていうところにもかかって、関わるところだと思うんですけども、やはり、ある程度やっぱり、まあ、ショートを守れるかはわからないですけども、ある程度やっぱり守れると思うんです。でそこで、ここ、モンテス選手がどれぐらい打つかっていうところによって、先ほど言ったように、ここ選手をサードで起用するのか、うん、ショートで起用するのか、ショートもね、ほんまはセンターラインで日本人で固めた方が連携もしやすかったりとか、結構日本ってサインプレーとかがあったりとか、結構難しかったりするんで、そこはほんまは僕は門脇選手の覚醒に欠けてるというか、思ってるんですけども、なかなかやっぱり上がってこないっていうのがあるので、こういう、途中でね、内野手を獲得するっていうのに踏み切ったんじゃないかなっていうふうに僕思います。はい、そんな感じでですね、今日はですね、そのココ・モンテス選手が入ってきた、意図というか、っていうところ、まあ、起用法であったりとか、そういったところを、まあ、中心にお話してきました。まあ、その、ショートね、非常にやっぱりセンターラインで守備の要とかね、言われたりするポジションですから、やはりね、日本人がやってほしいっていうところはあるんですけども、あまりにもやっぱりね、この門脇選手と、まあ、伊豆口選手はね、もともと僕はそこまで期待してなかったというか、まあ、サブで出るぐらいだろうというふうに思ってたんで、まあ、よくやってるなっていうところだと思うんですけど、まあ、門脇選手に関してはね、こんな感じじゃ、ほんまに、ダメだよっていうふうにね、多分おそらくみんな思ってると思うんで、そこをね、打開していくというか、ここモンテス選手も、まあ、ショートを守れる守備力が、あるのかないのか、ちょっとプレーを見てみないとわからないんですけど、あまりにもこういうね、打てないというか、そういった時期、守備でも制裁を書いたっていうところが、書いてるっていう現状がね、続くようでしたら、もしかしたらここ選手を、ショートで起用するみたいなところもあるかもしれないですし、もしね、これ、坂本選手がショートに戻るみたいなことが、もしあったと、万が一あったとしたら、もう、この門脇選手と伊豆口選手の、まあ、伊豆口選手はちょっとあれかもしれないですけども、門脇選手のこのメンツというか、もうプライドはまあズタボロになるだろうな、っていうふうに思います。まあ、そのね、まあ、入ってきてから、動き見てからなんですけども、やはりね、いろいろ、その取った意図とか考えると、やはり門脇選手の不甲斐なさっていうところがあるんじゃないかなっていうのは僕の結論でございました。はい、そんな感じで今日は終わってきます。いつもありがとうございます。これからもどうぞよろしくお願いします。そんな感じで今日は終わってきます。じゃあね、バイバイ。Thank you.